デンファーレ系の花デンファーレ系とは、デンドロビウムファレノプシス系の省略で、石穀族の溶欄としての園芸品種のうちの一つの群を指す。家庭で栽培するのは、比較的難しいが、贈答用、切り花用として多く栽培されている。デンファーレ系のデンファレとは、デンドロビウムファレノプシスの略で、この群の基本となる原種の革命から来ている。デンドロビウムファレノプシス系は、 この種及び禁煙の種をもとにした園芸品種の総称として使われ、原種も含めてこう呼ばれる。名称としては略称であるデンファレ系ないし、単にデンファレが書籍でも使われている。いくつかの原種をもとに多くの交配品種があり、花色や花型は様々だが、その多くは花の様子が誇張乱族に似ている。たまにデンドロビウムとファレノプシスの交雑品であると、 説明されている例があるが、大間違いである。溶蘭のデンドロビウムの中の重要な一群である。家計が長く伸び、先の方に多くの花をつけること、花持ちがいいことなどから切り花に向き、また開花の条件が厳しくないことから現在では、年間を通じて開花株や切り花が流通している。ただし体感性がなくて低温に弱いため、日本の一般家庭での栽培は、 やや難しい。デファレノプシス着生植物になる多年層で、石穀族の標準から外れる部分は少ない。棒状のニセ球形には多くの節があり、幼少のある葉をつける。背の高さは20センチメートル足らずのものから1メートルに達するものまである。ニセ球形の基部近くの葉は幼少のみで、次第に幼心が大きくなり、先端近くではまた小さくなる。 陽身は楕円型から長楕円形、または卵形を帯びる、やや厚手の角質。葉は2年以上宿ありする。花は、西球形の先端付近の溶液から出て、長い花茎を伸ばし、立ち上がるか先端に向けて下水し、数下から20下程度までを水上につける。花は、標準的なものでは、額はやや細身で3つがほぼ同形。側花弁は、額片より幅広い。未弁は、 基部が左右に伸びて、上に曲がり、随中の左右を包むように位置する。中央部は先に伸びるが広がらない。全体としては、平面的に開いた円形に近い花型となる。なお、デンドロビウム全般では、花の咲くバルブは、当年のもの、あるいは昨年のものなど、種によって決まっているのが普通だが、 この類ではより古いバルブからも花が咲くことがあり、例えば当年に花をつけたバルブが年内にもう一度開花したり、翌年、翌々年に花をつけたりすることが可能で、時に5年を経過したバルブから開花する例さえある。そのため、大株に仕立てると多数の花が見られる場合があり、それも干渉価値を高めている。以下の2種が代表的な後輩親である。 デンファレ系の交配種の花の特徴も、これら2種の特徴が、色濃いものが多い。それ以外に、配を親として使われるものに D グールディ、D アンテナトム、D マクロフィリム、D コナラシキアラチャムなどがあり、これらは、全体の姿は、蒸気2種に似るものの、花は、花弁が細長いものやねじれたものなど多様であり、それらの特徴を反映した品種も作られている。 花色としては赤紫、ピンク、白が多く、緑や黄色の品種も作られている。青はごく淡いものしかなく、大々赤色系はほとんどない。溶蘭として干渉用に栽培される。原種の分布域が熱帯の、それも低地にある。そのために、これらの品種は高温での生育が適しており、温度さえあれば、ほぼ年間を通して開花するものもある。他方で、 耐寒性はなく、低温には弱い。最低でも摂氏10度程度を必要とし、それ以下では固始する。そのため、かつては日本ではよほどしっかりした温室を持たない限り、一般家庭での維持栽培は困難とされた。切り花としては古くは、ハワイで改良が始められた。1938年に D ハワイという交配品が作出されて後、 多くの交配品がハワイを中心に作られるようになった。これは当時主流であったノビル系は低温でカガが分化するために熱帯で寒暖のないハワイでは出来が良くなかったのに対してデンファレル系には適していたためでもある。1970年代からはタイ、マレーシア、シンガポールなどでも品種改良と大規模な生産が行われるようになった。 1970年代までは、切り花用の背丈の高いものが多かったが、その後次第に背丈の低いものも作出され、それらは鉢物としての栽培用に販売されている。現在は日本でも周年にわたって、開花株や花が出荷されている。日本での栽培の転機になったのは、エッカポールパンダの出現だと言われる。1985年にこの品種が出現するまでは、 朝日、カネといった赤花主体で、それにハワイ系交配種が多少作られる程度であった。ただ、これらの品種の開花は夏から秋でギフト需要に合わなかった。しかしこの品種の出現と同時に東南アジアでのメリクロン栽培の成功で苗の供給が安定化したこともあり、春からの出荷が可能になった。これによって需要が一気に伸び、また生産農家が 海外に目を向ける契機ともなった。販売されるものは切り花、栽培用の鉢物の他に贈答用の豪華な鉢物がある。一つの大きな鉢に多数の花を立て、あるいはしだれさせたものを並べたものだが、これらは実際には小さな鉢で栽培されたものを大きな鉢に三つないし五つ寄せ集め、その上に水苔を被せたもので、そのままでの栽培はほぼ無理である。 他のデンドロビウムと同様に鉢植えや、ヘゴ板付けなどで栽培できる。だが、低温に弱く、越冬が問題になる。せめて摂氏12度を確保することが必要で、摂氏15度では生育は停止、できれば、摂氏18度での越冬が望ましい。最低温度摂氏20度以上を維持できれば、年間を通じて生育して花をつけることも可能だという。これは、 日本の普通の家の中ではなかなか困難だが、断熱の良いマンションなどでは、クリア可能だという。摂氏15度以上を維持できない場合の対応として、徹底的に水を切って強制的に休眠させ、あげくに植物体全部を箱の中で発泡スチロールで埋めてしまうという方法すら考案されている。ありがとうございます。